はい、でせっかくですからもうちょっと Facebook の話の続きしましょう。うん、まあリンクの投稿とかじゃなくてですね、普通に Facebook だけに投稿する、そのまま記事を投稿するときってあるじゃないですか。あの時に記事の投稿に写真をつけてない人っていっぱいいません？だからこれもね、謎なんですよ。僕 Facebook でなんて全くマーケティングやってないですよ。 Facebook でマーケティングなんて少しもやってないですし、 Facebook は完全に僕友達30人ぐらいしかいない設定になってますから、何にもやってないんですよ Facebook は。その僕が分かってるのに Facebook で頑張って集客してる人たちがなんでやらないのかなっていうのが、まあ、さっき言ったアメブロとかブログとか YouTube とかのリンクを貼る場合にリンクだけ貼っちゃうスパム行為ですよ。まずそれが一つと、次に写真ね、写真をなぜか入れてない人、普通にまあ1000字1500字2000字ぐらいの、まあ、記事をちょっと長めの記事を投稿したりするときに写真をつけないね、そういう人が結構います。ビジネスのマーケティングやってますよって言ってんのにそんなこともやってない人がいますね。これは趣味だからとか自分はこういうタイプだからとかじゃなくて絶対に基本なんですよ。アイキャッチって言葉聞いたことありません？よくまあ CM とかで最後バカンとこうアイキャッチが入ったりとかするじゃないですか。アイキャッチ、まああれだね、一番わかりやすいのがアニメ、例えばドラゴンボールって昔ありましたよね。何でもいいんですけどアニメだったら、で真ん中に CM 入るじゃないですか。30分の枠で15分ぐらい10分ちょいぐらいだったら CM 入りますよね。CM に入る前にダダダダンってこうアイキャッチが入って CM に入ってきますよね。で CM がある程度3本4本流れたらまたデデデデデデンってなってアイキャッチが入ってですよ、画像が入ってまたその続きが始まるわけじゃないですか。あれがアイキャッチなんですけど、要はアイキャッチ、もう英語のそのまんまの意味ですよ。目を捕まえるっていう、だから目に留まらせる意味での注意喚起する意味での写真画像絵なんですよ。それがアイキャッチなので、アイキャッチ入れないでただ文章書いたってダメですからね。ですからちゃんとそのなんて言うんでしょうね、有名になってる人たち、ネット上でネットビジネスの人たちで有名な人たちなんかは絶対写真入れてますよ。 100% 写真入れてない人いないです。それはなぜかっていうと、別に自己顕示欲のためにですね、やってるわけじゃなくて、例えば川島和正さん、正和さん、和正さんか、ブログの年収年収1億円ブロガー川島さんたら、まあネットビジネスで有名な人なんですけど、その人の Facebook の投稿なんか絶対写真が載ってます。でラスベガス行きました、香港のどこどこホテル行きました、上海のどこどこでこんな感じでパーティーやってますみたいな、そういう写真が絶対入ってます記事に。それは別に自己顕示欲のために出してるわけじゃなくて、見てる人の目をキャッチするために写真入れてるんですよ。そこで興味持ってもらって本文読ませてるんですよ。ですから写真は絶対入れなきゃダメなのにね、コンサルティングネットで頑張るとかネットで起業とかって言ってるのにもかかわらず Facebook 上でね、写真も入れないで記事投稿みたいな、あらあらと思いますけどね。だからそういう人たちもいるので、まあまあ気をつけましょうね。変なのに騙されないように、テクニックに頼るとそういう方向に行っちゃうんですよ。テクニックに頼るんじゃなくて根本を見ると、ビジネス商売っていうのはお客さんに喜んでもらえるものを提供して、お客さんに喜んでもらってお金もらうってことですから、ですからお客さんのことを第一に考えると。でそれはその絵空事じゃなくてですね、よくあるじゃないですか、お客様は神様ですと、お客様は第一に考えましょうみたいな、それは別に絵空事じゃなくて本当なんですよ。ただそこを勘違いしないでほしいのは、何でもそのお客さん第一で全部考えてるっていう、そういう簡単な意味じゃなくて、お客さんにとって喜ぶ、お客さんが安心できることとか、お客さんが喜んであげることをやるっていうことです。お客さんの便宜を図ってあげて、お客さんに安心してもらって、お客さんがうちの商品のものを買うのに一番簡単なステップを明らかに明示してあげると。
こうやってこうやってこうやったらあなたがこうやって幸せになるので、つきましてはうちの商品買ってください。これがお客さんのこと考えてるってことですよ。だからそれをやりましょうってことですね。はい、ちょっと長くなりましたけど、以上です。切ります。